リングネームは矢吹と力石、兄弟王者の夢を追う弟、力石、チャンスに大きく近づいた。ボクシング漫画、明日のジョーからリングネームを取った兄弟が、同時に世界王者になる日が来るかもしれない。今月6日の世界ボクシング機構 WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級タイトルマッチで、力石聖鵬28、緑が王座を獲得。谷で王座奪回を見据える世界ボクシング評議会 WBC ライトフライ級前王者矢吹正道30同の背中を追ってきた力石は、兄弟王者のチャンスに大きく近づいたと意気盛んだ井上芳雄。力石は6日、王者の木村義光、姿勢に5回 KO 勝ち。序盤に被弾したが3、4回にダウンを奪い、最後は左アッパーで仕留めた、負ければ引退、と覚悟したリングで東洋太平洋王座に続くタイトルをつかみ、アジアの頂点に立った。がながらブラボー、と叫んだ。三重県鈴鹿市出身、10代は生活が荒れ、少年院で過ごしたことも。兄にも補導されるなど素行不良の時期があったが、その兄から励ましの手紙を受け取るなどして更生。少年院出所後は、幼少時代から兄弟で親しんできたボクシングに本気で向き合うと決め、プロの道を志した。本名は佐藤だが、リングネームは明日のジョーの主人公矢吹ジョーにちなんだ兄に習い、ライバル力石徹からつけた。普段から兄弟でトレーニングを積み、6日の一戦でも冷静に試合を立て直せた。セコンドの兄のおかげと感謝を口にした。戦績は13勝 8KO 1敗で、この階級では希少な 1m78 の長身サウスポー。懐の深さを生かした鋭いカウンターとスピードへの評価は高く、専属プロモーション契約を結ぶ元世界王者の亀田光輝氏は、次のスター候補、2023年中に世界の舞台を必ず用意すると話す。矢吹も昨年3月に王座から陥落したが、再起戦に勝利。今月28日には、国際ボクシング連盟 IBF ライトフライ級王座挑戦者決定戦でベネズエラ選手と戦う。力石はいつでも世界に挑戦できる準備はしている。